皆さんこんこにちは選挙用品 com 田村亮です必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが今日のテーマは選挙写真をピグマリオン効果として活用せよということについてお伝えしていきたいというふうに思います。 えーまあ、選挙写真というのはですね、まあ、選挙の準備とかそういった部分で、まあ、かなり初段にですね、まあ、手配するべき、まあ、準備事項になります、えー、写真の撮影ということで、まあ、あの画像修正なんかもあるかもしれませんけれども、まあ、写真としてもですねポテンシャルの高いものを自分のですね、えー、見え方という部分では最大瞬間風速のものですね、えー 写真をですね、まあ、切り取って撮ってもらうというふうなことは重要になってくるのかなというふうに思います。でですね、まあ、写真というのは諸説ありますけれども、まあ えー、画像修正とかでです、ね、こう綺麗にハンサムに、えー、美しくすればいいのかというとそうではなくて、まあ、本人らしいというのは非常に重要なんですけれどもその本人らしいの中においてですねやっぱり自分が一番最上である見栄えがいい、えー、キュートであるというふうな部分をですね、えーまあ、撮っていくというのがですねプロの仕事なのかなというふうに思います。ということでこの選挙写真というのはですね、まあ、自分のイメージのですね、まあ、ある種最大値の部分の写真を撮ろうというふうなことになります。 これと同時にですねこのピグマリオン効果で生かそうというふうなことなんですけどもこのピグマリオン効果というのはですねどういうものかというとですね、まあ、ピグマリオン教育とかですねそういった言葉もあるんですけれども、えー、つまりですね人間は期待された通りのおりに成長していくというふうなことがあります。というふうなことでこれどういうことかというとですね自分がですねこう期待するゴールとするですね選挙写真 イメージの選挙写真というのを撮りましょうというふうなことをです、ね、この準備の段階でしたというふうになっていきます。 これがですね、最終的には選挙のポスターになり皆さんに当落を仰ぐということになるんですけれどもそのゴールの時にですねその自分今の自分とですねやはりですねそこはですね、まあ、いろいろ写真を盛るとかですね、まあ、いろいろ修正するとかですね言葉はあるんですけれども、まあ、自分っていうふうな自分自身という写真の中でやっぱ最大値の、まあ、いい見え方というのはあるとは思うんですけれどもピグマリオン効果という部分でこれをですね自分の中で目標としておいてですね どんどん自分のその容姿というのを改善していったりですねその写真にふさわしいその内面を保っていくというふうなことをですね意識していくということが大事なんじゃないかというふうに思っていますこのピグマリオン効果というのはですね期待された通りりに人は成長していくというふうなことですけれども、まあ、この写真をですねやっぱり毎日、あのー、政治活動をやっているとピラとかそういったものに使われますので見ることがあると思いますけれどもそこにですね,、えー、とですね今自分ということでその写真の自分と 今の自そしたらですねこれがですね、まあ、理想と現実そしてここの間にあるのがですねやっぱこのギャップという風な部分になると思います。このギャップがですね課題になり改善点という風な部分がですすね常に見えますということは日々の行動というのはこのギャップをですね限りなくゼロにすることによって、えー、と理想と現実というのが まあ一致していくということになりますとということになりますのでこのピグマリオン効果という部分でこの写真に自分は近づいていくんだ成長していくんだそして当選するんだというふうなこの成功イメージというのを持ってですね、まあ、自分自身をその内面そしてそこから溢れ出る外面に反映していくというふうなことで最終的にですね、まあ、その写真を盛るということであったとしても、まあ、選挙当日にですねその写真とですね、まあ、同じようにこう自分のですね、まあ、体というかですね表情自身がですね 繰り返られるというふうなことはですね、えー、出てきた場合にですね,、えーまあ、あのですねやはりですね理想としたい状態なのかなというふうに思います。 では本日はそういった部分でですね、この写真というのをちゃんと撮りましょうというのはあるんですけれども、その中からですね、どんどんですね、自分のですね、やりたい理想の形というのをですね、こうピグマリオンの効果によってこう引っ張り上げていくという風な部分で意識していくということがいいのかなという風に思います。本日は以上になります。必勝選挙チャンネルチャンネル登録よろしくお願いします。